めげないしょげない YSY。 はい、先日の仲良しマッチ生配信お疲れ様でした。来てくれた人皆さんありがとうございます。さあ来ましたよ、真夏のステップアップ勧誘アクア5ステップですね、やっていきたいと思います。はい、すべて回すとラブカストーンが150個消化ということで、まあ割とギリギリだけどやっていきたいと思います。さあ今度はね UR を出したい。もう毎回冒頭に言ってるね、勧誘動画は。まあそうだよね、みんなやるからにはやっぱ狙いは基本的には赤封筒かなと。まあ中でもようちゃん引きたいなと。でさらに欲を言えば、一番確率の低い1回目の3連でなんかちょっといい引き見せたいなっていうのはあるんですよ。彼女もやったと言っているので、合計で82連勧誘になると思います。では行きましょう、行きましょう、行きますよ。1回目、1回目からちょっと集中してね。めげないしょげない YSY お願いします。はい、最初の3連、ここでロードが入っていく。はい、といいね、 SR 来た、いいよ。おー、かなんちゃん OK。 はい、新規、ここで新規 SR を引いていくスタイルってことは、次ちょっと期待しよっかな。出だしいいからね、とりあえずね。はい、次5枚で SR1 枚以上確定なんで、まあ最低保証以上出したい。もう毎回ちょっと最低保証以上狙っていこう。まあそりゃそうだ。はい、行きましょう、2回目、めげないしょげない YSY お願いします。頼むよ、頼むよ、よし、2枚来たね。あ、ようちゃん、マリー、いやーいいね、いいよ、楽しいよ、久しぶりに勧誘が楽しい気がする。はい、こちらのようちゃんね、かぶっちゃったけど、マーリーが新規です。もう毎回新規迎えられてる。素晴らしい。でも終わらない。まだ夏は終わらない。ミューズは終わったけど、ミューズ終わっちゃったけど、アクアはまだ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 。こっから大事。こっから11連になりますので。はい、次はラブガストーン30個使って11連いきましょう。さあ、こっからの33連以内にね、赤封筒1枚目標として頑張りたいなと思います。そうだね、頑張ろう。いきます、めげないしょげない YSY お願いします、頼むよ。まあでも SR3 枚かな。あ、またこのチカッチ出ましたね、ワンちゃんかわいい。チカッチもかわいいけどワンちゃんもかわいい。はい、リコちゃん出ました、ヨウちゃん来ました。 SR めっちゃ引いた、4枚?3枚?4枚?昇格、ちょ待って、めっちゃ SR 出た。新規1枚だけど SR がすげえ、 SR5 枚。このまま波に乗りたい、お願い。40個使って SR2 枚確定なんでね、まあ、SR3 枚以上もしくは、まあ、SSR、 よく言えば UR、 まあ出したいね、いきましょう、頑張りましょう。よし、いきます、めげないしょげない YSY お願いします、お願いします。さあ来るか、頼むよ。よし、なんかちょっと上を行くこの感じね。SSR1 枚来ました。お、ヨウちゃんめっちゃ来る、嬉しい、すげえ推しが来てくれる。お、ヨハネ来ましたよ、チョコバー、コンビニに売ってるやつだなきっと。ルビーちゃん持ってるな。お、このヨハネ可愛くね、よーく見るとね、ちょっと汗垂れてるこの感じと表情が、あ、汗を舐め取りたいと。なるほど、舐め取るーず。はい、なんだかんだもうラストかな、早いなやっぱな。はい、ラストは SSR 以上確定です。SSR1 枚と UR1 枚出したい、 UR 出したい、 UR 出したい、出そう、頼むよ。ラストいきます、めげないしょげない YSY お願いします、お願いします。ラスト、うん、ロードの長さはそんなにない。お、昇格と思ったら SR、 じゃあもう一回昇格か。え、また昇、え、3回昇格するの。じゃあさすがにその昇格枠で赤になる、ならない、ならない。あ、まるちゃんかわいい、あー残念、めっちゃ昇格した。うわー、なんかなんかモヤモヤする。いやでもいい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 、もう過去の事例があるからね、もう全然いいです、ありがとうございます。3回昇格したね、なんか珍しい気がする。赤封筒出なかったか、そこはちょっと残念だったけどね。これが真夏のステップアップです。はい、というわけで次はね、彼女の勧誘に移りたいと思います。まあ、前回ね、お互いまあちょっとね、な結果になってたんで、はい、見どころです。今回は見どころかもしれない。はい、ではどうぞ。
というわけでね、あの2人分のステップアップ勧誘はこれで以上となります。もう本当にね、夏は終わりですよ。まあ俺はあの夏休み、まあぶっちゃけないんですけど、夏休みっていう夏休みはないんですけど、まあ皆さんね、夏休みどうでしたか。まああのリア充できた、堪能できた夏休み。はい、もう振り返る時期だよ。もう現実見よ。宿題終わってない学生さん、現実見てください。宿題頑張ってやって。まあ今年の夏はね、もうこれで俺は終わりかなと。まあ富士急も多分月明けてからになるかな。暑いしね。もう俺暑いのダメなんで、もう何回も言うけど俺暑いのダメなんで、もう夏終わりかなっていうか、もうぶっちゃけ俺の中では夏早く終わってほしいっていうのはあるんですよ。虫も嫌いだし。はい、というわけでね、次に待ってるのは食欲の秋。いっぱい食べたい、いっぱい食べたいね。うん、はい、もうラブラブ関係なくなってきたんで、これぐらいで終わりにします。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。最近ね、チャンネル登録者がだいぶ増えて嬉しいです。これからも動画投稿頑張ります。よろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあ。